典型的なビール瓶のレビール瓶とは、ビールの包装容器とする瓶のことである。ビール瓶の素材としては、主にガラスが用いられる。ホップ成分の光酸化による品質の劣化を軽減するために、茶色あるいは黒色に着色されているものがほとんどで、あるが一部では緑色に着色したものや無色、透明なもの、さらには陶器製のものも用いられている。 茶色や緑色のガラスは光酸化を引き起こす波長をカットすると言われるが、光を100%遮断できるわけではないため、冷暗所での保管が推奨される。無色の瓶を用いる銘柄では、コロナビールのように光酸化を起こす成分をカットしたホップエキスを用いていることもある。1970年代以降、冷却や運搬に便利なアルミ缶のシェアが増加している。 近年では缶の内側をポリマーでコートすることによって缶臭さを消した缶ビールが売られているが需要は依然として根強い。特にクラフトビールには小瓶のみを一般向け販売する銘柄が多い。一方で常実の光酸化の問題から小売り商品では缶のみを用いる醸造者もある。2004年にはアサヒビールがペットボトル入りビールの発売を発表したが 環境面での影響を考慮し、発売を中止している。ワインのペットボトル商品が普及した後も、ビールではワインほど、ペットボトルは使われていない。日本では、1940年の酒税法によって、ビール税と物品税が、新ビール税に一本化された。当時のビールメーカーが使用している、ビール瓶を瓶の容量を調べると、最大で6 4 3ミリリットル 最小で6 3 3トルであり、容量の少ない6 3 3トル瓶を規格とすれば、それより容量の大きい瓶も使用できるとの考えから、1944年にビール瓶大瓶の容量が6 3 3トルと定められた。小瓶も同様の理由で3 3 4トルに定められた。5 0 0トルを超える 大容量のビール瓶が流通している国はごく少数である。なお、現在の国産ビールでは他に中瓶、スタイニーボトル、または小瓶等が存在する。日本の大手メーカーが取り扱うビール瓶の多くはデポジット製のリターナブル瓶であり、回収後に洗浄され再利用される。再利用期間はおおむね8から10年ほどであり、使用に耐えられなくなったリターナブル瓶は、 使用済みのワンウェイ瓶と同様にカレットに加工され、茶色瓶の原料として利用される。同容量でも数種類の瓶が流通しており、大瓶はアサヒビール、サッポロビール、サントリーが共同利用している瓶、キリンビールの独自使用瓶、主に沖縄県内で流通するオリオンビールの瓶などがあり、各々異なる回収ルートで再利用される。キリンのハートランドビールや、 サントリーの小瓶、朝日のスタイニーボトルなどの専用瓶にもリターナブル扱いのものがある。日本では液体商品を満たした場合に正しい量となるよう法令の規格に従って製造された透明、または半透明のガラス製容器を特殊容器といい、これらのリターナブル瓶のビール瓶も特殊容器とされている。結婚式場やホテルなど刑事を催す事業体に向けては、 特に新品の瓶を使用した商品を配送する場合もある。なお、クラフトビールはほとんどがワンウェイ瓶である。ビールケース。なお、その奥にある赤色のケースは一生瓶用のものである。ビール瓶の運搬には専用のビールケースや運びダメなどが使用される。ビールを封入する瓶としての再利用ではないが、その強度を生かし、相撲の土俵を作る際にも用いられる。 映画、プロレスなどの乱闘シーンや、コントドラマでは、ビール瓶で殴る様子がよく見られるが、ガラス製ではなく、割れやすい雨ガラスや、ロジンなどの樹脂でできたものである。本物のビール瓶は、一般の瓶よりもガラスが厚く重さも強度もあるため、それで人を殴打することは極めて危険な行為であり、傷害事件などの犯行において、狂気として用いられるケースもある。2007年には、 ときつ部ぜや力や死亡行使事件の狂気となった。1992年、ケルン大学の法医学者らの、スカルインジャリースコーズドバイブローズウィズグラスボトルズという論文では、オーダーそのものよりも、割れたガラス瓶が鋭利な刃物として頭部に負わせる、裂傷となり、傷口からの出血によって死亡した例が多かったと、される。 スイスのベルン大学において中身の入ったビール瓶と空のビール瓶のどちらが危険かを検証する研究が行われたが、いずれも人間の頭蓋骨を叩き潰す威力があることを実験で証明された。研究チームは2009年のイグノーベル賞平和賞を受賞した。ありがとうございます。